僕は人類がどう滅ぶかっていうのに興味があるんで、はいはい、今の携帯の人類がどういうふうに滅んでいくのかっていう、まあ、ちょっと面白いですよね、うん、あの Facebook がねメタに変えたりだとかね、はいはい、あの会社相変わらず世界支配を目論んでるなとかね、うん、そういうの面白いですよね、はい、今の人類がどう滅んでいくかっていうのはどういう意味の滅ぶっていうことなんですか。人間ってそもそもなんか、まあ、情報処理をしてる自律的な何かみたいに見るのが今現代的な人間の解釈で一番妥当だと思ってるんですけど、だからまあ人間は要するにコンピューターでシミュレーションできるんですよ、まず世界観で。で人間コンピューターでシミュレーションできるんだったら、あのコンピューターにいる人間がいればよくって、あの僕らとか死んでもいいじゃないですか極端なことを言えばね。でもこれはみんななんとなく思ってるはずで、でもそれはあの突き詰めて考えてないんだけど、これって冷静に考えたら必ず起こる未来なんですよ。